備中猿係領の第二代領主。第七代山田奉行。日野市、坂江らは老いにあたる。天正九年、備前の戦国大名、浮田氏の家臣であった、花房正重の長男として生まれる。祖父、花房正幸の、孔の字を賜り、孔子と名乗った。慶長十九年、大阪冬の陣で、徳川家康に愚し、翌年の大阪夏の陣で、 長井直勝に属した。元那九年、父の死に伴い家徳を相続。官営二年検知により、所領から六千五十九国を打ち出す。官営三年から、お使い番に就任した。官営八年に、山田奉行へと転任し、役僚として、官営十年に、伊勢国内から三千国の画像を受けて九千五十九国を、治療。その年に二三里を、 伊勢神宮に寄進する、洋将軍、徳川家光に上進する。前年に、久喜氏が、鳥羽藩から転保をしたことを契機に、それまで、久喜氏が横領していた六村、2132国の、所領を新領へと復帰させた。さらに、前任の岡田義堂が始めた、山田奉行所の移転を進め、官営12年に役所を、渡来軍木村から、小林村へと移し、 翌年には、船倉も移すことで完了した。寛永18年4月20日、江戸で死去。去年61、三男の交渉が家督を継いだ。同年、二見里に工事を検証した、供養費が混流された。ありがとうございます。